ディズニーシー、6月1日にディズニーシーに行って、その時にアプリで購入したものを紹介していきます。で、ここに載らない分も多少あるんで、全部載らないんだけど、とりあえず1個ずつ紹介していきます。レジャーシートでーす。スマイルバッグ付きでーす。で、お値段が、800円でーす。これ安くていいの？安い。うん。じゃあ開けていきます。列車の。そう。待ち時間に使えるし。そう、今度はこのグランドフィナーレバージョン。そう。普通のバージョンも出てたけど。で、このバッグはこのなんていうの？取っ手がなんて不思議だね。取れるの？ああ。そう、取って、こうね。取りやすくなってます。そう、なってます。ミッキーとミニーちゃん、ね、ちゃんで。日付がここに入ってます。2021年9月4日。もうちょいいか？あ、動画が入らない、ね。うん。全部は入らないけど、一応広げるだけ？広げます。こんな感じでーす。一人用ぐらいの感じでーす。あ、そうだね。で、裏があるの？裏もないね。ないよ。うん。こんな感じでーす。なんか結構荒いね。あ、荒いね。こう、そっちミニちゃん、ミニちゃんちょっと見せます。画像は、なんか実写なだけあって、そう、引き伸ばしてるってあれだね。うん、ノイズがひどい。で、まあ、座るもんだ。引いて。っていうのはレジャーシート？レジャーシート。ミッキーさんでーす。だね。じゃあ次行きまーす。レジャーシートちょっと履けときまーす。で、次が、じゃあこちらでーす。ブレスレットです。で、お値段が3800円です。たっかこれ。じゃあ、ちょっと出していきます。不足タレプついてる。あ、じゃあ取りにくいな。ここがこんなミッキーになってまーす。すいません、今日照明がちょっとおかしいみたいで。で、タイムトゥーシャイングランドフィナーレの文字が入ったロゴのチャームと星のチャームがついた、このここでこういう風に外してつけるブレスレットにこの袋、ね、そう、あのこれを入れとくね、袋です。ロゴ入りの巾着袋がついてます。今ちょっとね、結束帯でくっついちゃってるんで、こんな感じで です。じゃあ2点目がブレスレットです。で、この、こちらが、なんだっけ？ピンバッジです。ピンバッジです。ピンバッジはもうなんか、かなり人気みたいです。で、また地図をデザインしたやつです。かわいいね。で、ここに、そう。で、こういう風になってて、これがラインナップ？そう。バラでも売ってるけど、ボックスで買うと全種類揃うってやつね。そうです。で、7700円。ただ、バカ高いです。正直。ちょっと高いから、やっぱ全部買えないと1個ずつ買うしかないもんね。うん。で、これは今からやるんで、もう一つそっちを紹介したら。で、だから今この箱の紹介だけにしまーす。で、そっちがチャームです。です。これもかわいい。そう、これも同じデザインね。うん。これはなんか各エリアの、そうそう。なんてマークみたいな。うん。のついたチャームになってます。そう、チャームはいいよね。で、これも、1個1個も買えるけど、7種全部はワンボックスで買うと揃いま す。で、お値段が6300円です。税込みです。です。じゃあこっちをこっちとこっち開けていきたいと思います。じゃあこちらの開封をやっていきます。こっちはピンバッジです。ワンボックスです。で、このデザインが揃います。じゃあ開けていきます。はい、こんな風に入ってます。じゃあ、上から順にやっていきまーす。うん、2番目取って。あれ？マジ？うん。じゃあ、上から順番にやっていきまーす。で、一袋ずつも可愛いね。だから。こんな袋でーす。パッケージが。うん、可愛いと思う。ここが箱じゃないんだね。で、一つずつだと1100円。そもそも高い。じゃあ、開けていきまーす。箱の中に箱が入ってんの？そう、さらに箱が入ってんの。でも、透けて見えてる。マジ？触ってもわからないような感じになってるね。そうだ。じゃあ行きまーす。せーの、せ。一つ目は、開けなくてもいいね。一つ目行きまーす。行きまーす。じゃん。おう。ミッキーでーす。ミッキーでーす。あ、キラキラ光ってるね。あ、すごくいいね。キラキラで。なんかメダルとかみたいにかっこいいよね。あ、そうだそうだ。で、アクアスフィアが映ってまーす。
映ってます。すごくいいね、デザイン。で、ここにもメリヘルネタンブルって書いてあります。ます。じゃあ、一つ目、ミッキーさんです。ミッキーです。かわいい。じゃあ、二つ目いきます。それはね、高いけど、かわいいから欲しくなっちゃうよね。そうだね。しかも、結構大きい。はい。二つ目いきます。せーの、せ。動いた方がいい。じゃん。いいの？自分のやつの？うん、お兄ちゃんです。お兄ちゃんです。いいね、アメリカモーターフロント。まあ、ピンクでなんか不思議な雰囲気だ。かっこいいね、この写真みたいな。かっこいい、うん、かっこいいね。こういう写真撮りたいね。うん、同じ構図探せば今度ね、色加工してあるね。うん、かっこいいです。そう、撮るとこが撮れそうだね。じゃあ二つ目はミニーちゃんです。よし、せーの、せ。いきまーす、うん、じゃん。チップとデールのトートディスカバリーです。かっこいいね。かっこいいね。このなんかマークの形もみんなね、なんて丸だったり四角だったりね、ちらくてね、かっこいいです。やっぱこのマークはかっこいいね。これかっこいい。じゃあ3つ目はチップとデールでした。チップとデールでしたっていうのは、チップとデールのポートディスカバリーです。じゃあ次4つ目いきます。一斉のわせ。いきまーす。いきまーす。じゃん。じゃん。フルートでーす。フルートのマーメイドラグーンでーす。マーメイドラグーンでーす。マーメイドラグーンかわいい。うん。かわいいね。綺麗だね。まあ、なんだっけ、クリスタルセフィアとかにもね、こう、それぞれのエリアのやつがあるから。そうだね。それと一緒につけてるといいかもしれない。うん。フルートさん、また、バイバイお願いします。手振りお願いします。じゃあ次いきます。4つ目はだからプルートさんです。じゃあ5つ目いきます。一斉のせ。せーの、じゃーん。ドナルドさんです。かっこいい。全部かっこいい。かっこいい。統一感がね、ブルーとか、うん、そう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 、全体的に色がかっこいい、うん、でこれはミステリアスアイランドのドナルドのやつです。やつです。かっこいいです。じゃあ5つ目はドナルドさんです。じゃあ6つ目です。いっせーのせ。これはなんかもうわかるね。何やあー、ベージーね。ベージーのアラビアンコーストです。かっこいいね。全部結局かっこいい、ね、かっこいいね。でもちょっと古い感じがしてかっこいいよね、うん、かっこいいね。じゃあ6つ目はデイジーさんでした。じゃあ7個目最後いきます。せーの、せ。じゃあ最後誰だ。じゃん。あ、そう、グーフィーさんでーす。グーフィー、グーフィーのロストリバーデータでーす。やっぱりどれもいいね。うん、ここら辺がかっこいい。うん、でーす。で、これで全7種になります。はい。まあ、今回こういうのシークレットないみたいなのね。うん。シークレットがあってもっと面白かったのかなと思います。じゃあ、これが、なんだっけ、ピンバッジの全7種セット。なんだ、ボックス買いっていうのかな、うん、ボックスのラインナップでーす。で、まあ、高いのに一つ一つ、でもどれもかっこよかったから、一個一個でもいいかなって思うのかな。全部欲しくなっちゃう。欲しいね、そう。いいね。どれもいいんで。でもミッキーがほんと綺麗だ。かっこいい。うん。あれ、アクアセフィアとかね。うん。っていう感じのピンバッジセットでーす。そんで、チャームセットを開けていきたいと思います。ボックスでーす。全7種でーす。じゃあ開けていきます。こんな風に入ってまーす。じゃあ開けていきます。上からいきまーす。こんな風な変な。こんな感じ。包丁みたい。うん。このやつに入ってまーす。で、一つだと900円でーす。さあ、これ一つで売ってるからね、このな。うん。なんか分かんないようになってな。いっせーのせ。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 え？え？せ。ちっちゃっ。なんかすんごい頑丈に。なんか絶対に探られないためだ。なくなっちゃいそうじゃん。
しかもこれ別につけるとこはついてないんだ。そう、ついてないんだ。ただの自分で金火玉は用意してね。これなんだっけ、なんだっけ、それグーフィーの、グーフィーの、どうだ、グーフィーが、グーフィーこうだ、グーフィーのロストリバーデルタ、うん、ロストリバーデルタでーす、でーす、のチャームチャームでーす、でーす。じゃあ次行きます、せーの、せー、あ、カラビアンコースト、これはほらラクダさんでーす、でーす。ラクダさんもね、カレーとアブアブズバターとシンドバター、そうよくいるエリアうろついてます、でーす、でーす。じゃあ次行きます、一斉のせ、じゃーん、ミステリアスアイランドのマークでーす、M、M でーす、うん、親指の爪ぐらい、うん、非常にちっちゃいです。じゃあ次行きます、一斉のせ、うん、あー、なめて、フォートディスカバリーでーす、出てるマークです。かっこいいな、ほんとにちょっと未来っぽい感じ、そう、なんか未来の戦隊ものとかなんかロボットとかなんか出てきそうなんか海とか割れてじゃあ次行きます、一斉のせ、マーメイドラグーン、マーメイドラグーンでーす、今王様が怒りみたいになって、ああ、怒りっていうか槍でしょ、槍、トライデンとかポセイドンだっけ、ああ、です。じゃあ次行きます、マーベルナグもよくいます、トイレは、トイレはでかい、涼しいし、そう、はい、一斉のせ、コロンビア王のやつでーす、でーす。なんで、わしなんだかな、わかんない、なんかわしだかたかだかでかさで違うっつってたよね、 US、 ええ A じゃないけどです。じゃあ次最後の一ついきます、一斉のせ、じゃーん、メディテレーランハーバーでしょ、です、ハーバー、ハーバーのミッキーで、これで全種でーす、です。で今回紹介したのはチャームのセットでーす、チャームセット全ボックスで6300円で、ここで900円になります。でもこれもね、だから、その、まあ、金びら部分が入ってないからこんだけ安いのかもしれない。金びら自分でまあ、つければ金びらとか。全然可愛い、可愛いってかっこいいと思う。な。うん、だから使えると思います。以上です。